すごいニュースが立て続けに入ってきました。何？何？一つはトマホークの購入に関すること、もう一つはトマホークを発射する潜水艦の開発に関すること。ではまず一つ目から。10月28日読売新聞より一部を引用。米国巡航ミサイルトマホーク購入、日本政府が詰めの交渉、抑止力強化に不可欠と判断。日本政府が米国製の巡航ミサイルトマホークの購入を米政府に打診していることが分かった。アメリカ側は売却に前向きな姿勢を示し、交渉は最終局面に入っている。日本政府は保有を目指す反撃能力の手段として国産ミサイルの改良計画を進めているが、早期に配備できるトマホークが抑止力強化に不可欠だと判断した。複数の政府関係者が明らかにした。トマホークは米国の主力精密誘導型の巡航ミサイルで、射程は 1250km 長だ。海上自衛隊のイージス艦の迎撃ミサイル用の垂直発射装置を回収し、搭載することを想定している。浜田防衛省がトマホークの導入を決断し、米側との交渉を本格的に進めた。日米関係筋によると、同盟国との協力などで抑止力を高める、統合抑止を重視する米国防総省は概ね了承し、米政府内での最終調整が行われている段階だという。引用終了。ということで、一旦トマホークを導入して、早めに反撃能力を得たいみたい。千数百キロも届くミサイルがすぐに必要って、南西諸島周辺が危険になりそうってこと。そうみたい。今まで通りのタイムスケジュールなら、12式地対艦誘導弾の能力向上型を研究開発、装備配備していれば済みそうなんだけど、それでは間に合わない恐れがあるってことなのか、たちまちトマホークを導入する。トマホークは、艦艇や潜水艦、地上から発射ができ、低空を飛翔し、事前に記憶させておいたデジタルマップと比較して現在位置を確認し、事前に与えられた目標の映像情報をもとに実際の映像を照合させるため、ピンポイントで目標を攻撃できるとされている。現在の対地攻撃用トマホークは、GPS 誘導も組み合わせており、さらに精度が高いという。実は以前、オバマ政権の時にトマホークの導入を打診したことがあったんだけど、その時は断られてしまった。機密情報の保全が不十分とみなされていたらしい。今回はいいんだ。安倍政権下では安全保障関連法や特定秘密保護法を制定し、これらのおかげで信頼度が高まったらしい。あと、中国の接近阻止能力が高いから、米軍だけでは足りなくて、日本の国土に分散して配置できた方がいいという判断かもしれない。うむ、事態が深刻だ。配備は進むけど、こんなに急に進むのは、状況としては嬉しくないね。正直、現実には使うことはないだろうけど、念のために配備するくらいの状況が良かったのに。まあ、相手のあることだから仕方ないけど。実際に長距離攻撃をするためには、米軍から目標の情報を得る必要があるから、日米での協力関係がさらに進みそうだね。さて、もう一つのニュースは、読売新聞、10月29日より引用。トマホーク搭載の潜水艦を視野、実験艦新造を検討、防衛大綱に開発方針、記載へ。政府は、長射程ミサイルを発射可能な潜水艦の保有に向け、技術的課題を検証する、実験艦を新造する方向で調整に入った。年末までに改定する防衛計画の大綱に開発方針を盛り込む見通しだ。実戦配備に進めば、米国政府に購入を打診している巡航ミサイル、トマホークの搭載も視野に入れる。複数の政府関係者が明らかにした。政府は、自衛目的でミサイル発射拠点などを破壊する反撃能力の保有を目指している。その手段となる地上目標を攻撃可能な長射程ミサイルは、陸上自衛隊の、
人認識地対艦誘導弾の改良型やトマホークを主力に据える方向だ。発射機材は車両や水上艦、航空機を念頭に置いてきたが、配備地などを探知されかねない。相手に反撃を警戒させ、抑止力を高めるには、より秘匿性の高い潜水艦を選択肢に加える必要があると判断した。実験艦は2024年度にも設計に着手し、数年かけて建造する計画だ。ミサイル発射方式は、胴体からの垂直発射と、魚雷と同様の水平方向への発射の両案を検討する。実験艦の試験を踏まえ、10年以内に実用艦の導入を最終判断する。以上、引用終了。水平方向への発射については、すでにハープーン、射程約 250km で導入しているから、あまり必要性を感じないし、事実上 VLS の導入について検討しているみたい。そういえば1年前にも読売新聞から報じられていたけど、それ以来、続かなかったから気にはなっていたんだよね。先ほどのニュースで購入したトマホークは、潜水艦に搭載され、VLS で発射されるのかな。次期潜水艦、または VLS を搭載している護衛艦で導入されそうだね。タイゲイ型については、試験潜水艦への変更が予定されていて、ソーナー、水中発射艦の研究のほか、VLS も試験するみたい。前に、潜水艦用構造様式の研究で、俯瞰の遠心筒について研究がされているから、VLS の搭載もあらかじめ想定していたことなのかもしれないね。どこまで大きくなるんだろう。あまり大きくしすぎると、敵のソーナーに移りやすくなっちゃうからね。一方で、VLS 搭載した潜水艦の方が、より多くの任務に貢献できそう。韓国の釜山アンチャン補給潜水艦も、長さは大げいくらいで幅が 0.5 メートル大きいけど、後方に6機の VLS を搭載しているし、そんなに無理しないでも搭載できるかも。はえ、タイゲイ型が導入されたばっかりだけど、将来の潜水艦はどうなるんだろう。お、これはさらに優先形になったセイルに、センダが下に来ていて、後部は静粛化のためにポンプジェット推進かな。これは研究時の一例であって、どうなるかわからないけど、もっと横に広がっているけど、センダの形状はイギリス、アスチュート級っぽいね。原子力潜水艦、まさか原潜にはならないよね。現在は VLS にトマホークを搭載してて、さすがにないだろうけど、将来的に当初防衛用高速滑空弾とかを搭載しだしたら、事実上の短距離の弾道ミサイルだし、原潜の保有を目指して研究開発しているのではないかと言われても仕方がないかもね。念のために開発しておきましょうか。最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画、トマホークの購入、およびトマホーク搭載の潜水艦を視野について感じたこと、思ったことがあればぜひコメントしてください。